昨日か一昨日した。今日ありがとうね。ありがとう、こちらこそ。もうちょっと不安定なところにいるの、不安定なところにいるのっていうか不安定なんですけど大丈夫です。もう帰ったよ。髪型めっちゃ可愛い。今日もごめん、もうバタバタしてて。そう、今日も30分ぐらいしかできないかも。でもありがとうございました。キッチさんなんでやねん。AKB の一緒に、もう本当になんか感謝でいっぱいですよね。 AKB48 さんの衣装着れるなんて思ってもなかった。ココアさんが言ってくださったから叶ったことであって、もうなんか本当に次着れるのなんてもうもしかしたら着れないかもしれないし、もういつになるか分かんないじゃないですか、次着れるのが。だからもう本当になんかありがたいなと思って。みたらし先生大好きねえ、本当にありがとう、来てくれて。今日短かった、ありがとうって言わなくなる人なんでやねん。今日聞いたんですけど、今帰ったばっかり。クロさん今誰の衣装だったっけな、誰の衣装だったっけ、ちょっと待って、あとで見ても、あとで言うね、また言うね、あとで見ても、また言うね。誰の衣装だったっけ、中村、え誰だったっけな、誰だったっけな、そこまで見てなかったんだよね。ごめん、サインボール違うの、ずっと私そのメル君がいる側にずっと投げててサインボールを。でひめな、なんかなワンちゃんもう2回まで飛ばしてるんじゃないみたいな。ひめなのこのなんか腕このどっちしてたし、もうワンちゃんあのちっちゃいボールだし、なんかどっちと違う、なんかほらひめなあの何あるじゃん、あの体力テストのハンドボール投げ、ほらなんか女子学年一取っちゃってるから本当に飛ばすの、飛ばせるの、飛ばせるんだけど、なんかあのボール飛ばないの、本当にこれガチで本当に。あ、わかんない。でもちょっとかわいい。ステージ上だし、一応アイドルっていう面もあるから、そんなガチでなんか構えて、もうガチでなんか飛ばすっていう、もうちょっとなんか恥じらいもあってできなかったんだけど、もう本当にボールもなんか、そういうボール、なんかあんま飛ぶよう、なんかビューンって、なんかふわーっていくボールで、あっと思って、そう。そうで、なんか、こっち側にずっと投げてたから、私から見て、右側。そう、右側の方がをずっと投げてたから私、そう昨日も今日の一部も、そうだからあっち行こうと思って、そうちょっとタイミング的に対応したしね。あ、星お疲れ様。ビンゴアゴなんでやねん。あ、愛人の T シャツも作りなさいよ。ポムさんこんばんは。雨降らさない、雨降らさない。ヒートにつくから、つくから、ありがとう。衣装の名前書いてある、書いてあった。今日、あ、見てないんだよね。キャラ的にはマリコ様でしょ。確かに。確かに。キちゃんさん、こんばんは、こんばんは。あのボール軽い、そう。ゆっちさん、こんばんは。そこからのやり最高でした。本当？いや、本当に。本当に。終わっちゃった。ココアさん行っちゃった、悲しい。なんか会うたんびにあの、あギャルだってなんか今日ビデオメッセージ言ってたじゃないですか、そのそう舞台で今日初めて会った時にあギャルがいるみたいな感じ言われたみたいな。で私もなんかよくココアさんに会うたんびにあギャルみたいな感じで言われるんですよ。で今日もお写真撮っていただいて、うわギャルの顔になれたみたいな、私の顔を見てうわギャルの顔になれたみたいな。そうでも全然そうギャルじゃないですっていうのをもうずっと伝えてる、もう最後の最後までギャルじゃないっていうことを伝えそういう話をしました。そう
チップさん初見です、ありがとうございます。ステーフォーエテッド3期研究者の森瀬姫奈です、よろしくお願いします。え、気分のする、うん、ストレート、もう本当に鼻血出しちゃうぐらい誰かに当たっちゃって痛い。腕が姫奈ちゃんに触れた、他にもヒータンからヒータンのグッズ、買ってね、嬉しい。待ってるから気をつけてきてね、気づいてくれて、こちらこそ本当にありがとう、気づいてね、お疲れ様です。やっぱりジャガイズ必要だった、いけるじゃけ、ここからです、そんなエピソード、そんなに先輩と話さないんですよね。そう、夏美香さんこんばんは、のぴちゃん、いなくお疲れです。りねちゃんから言うとヒータンはギャルじゃないらしいよ。ギャルじゃないんですよ私。ギャルじゃないんですよ、嬉しい、りねさんがギャルじゃないって言ってくださってるだけで嬉しい。私りねさんにどう思われてんだろう、りねさんにどう思われてんだろう、大丈夫かな。山つくさんちらやっほー、小学校にフランダンスの号泣しちゃったよ、フランダンスの犬懐かしい、確かに泣けるねあれは、なんかおばあちゃん、奈良におばさんがいるんだけど、そのおばさんの家で見た記憶がある、なんかアニメめっちゃ流れてきてて。コナさんお疲れ様です、いちひこさんこんばんは、夢から確かにね、グーさんこんばんは、こんばんは、心の声タラバガニさんなんだよね、まちゅさんこんばんは、大変さ元気もいい、こんばんは、お疲れ様です。そういえばゆったりだすの最初のセリフどうだった、2回目なんですよ、なんかあの肉フェス、肉フェスって言ったら分かんないか、あのセブンスアニバ 2.5×3 セブンスアニバーサリーのお台場で、あのナーミョンがそう休演しちゃって、その時もそうで、なんかその時も急遽一人で言うことになったから、そうお台場来てくださった方はあの何わかると思うんですけど、今日初めて見たよって方は確かになんかびっくりしたと思う、びっくりというか違和感があったと思う、いつもそう隣にナーミョンがいて2人で言うセリフだから、あそこは私なんか2人で言うイメージがついてると思うから、なんか多分すごい違和感あったと思うんですけど、まあね、ナーミョンの分まで、でそう聞いて、そう、それでね今日ね、もう本当に私今日幽体離脱、あのねもうこれもう本当に裏話なんだけど、あの幽体離脱を私たちが披露ステージ上がるのに結構間があったんですね、でその間でなんかまあ振り確認したりとか、まあ、楽屋に戻って振り確認、各自振り確認したりとか各々、まあ、することやってたんですよ、でなんかあの差し入れにレッドブルーがあったんですよ、でもう何も考えず、うわレッドブルー飲みたいみたいな感じでなっちゃって、レッドブルー飲みたいってなっちゃって、もうレッドブルーはもう何も気にせず、まだ幽体離脱を披露する前ね、披露する前になんか飲んじゃって、結構でよく考えたらレッドブルーって炭酸じゃねと思って、ちょっと待ってよと思って、私よくカラオケとか行くんですけど、カラオケ行ってとかってドリンク飲み放題じゃないですか、で、まあ、よくお茶と炭酸を2個入れていくんですよ、私は何回も取りに行くのめんどくさいから、で私はその毎回カラオケで炭酸を飲んで歌うと絶対歌の途中で汚い話、ゲップみたいなものが出ちゃうんですよ、ごめんなさいアイドルがこんなこと言っちゃってしまって申し訳ないんですけど、私は必ずすぐ出る体質のなんかあれなんですよ、だからもうカラオケとかもう今日こそ絶対90点取るから、なんか喉を潤したいと思って炭酸を飲むじゃないですか、そしたらなんかちょっと歌の途中で出ちゃって、なんかまあ、なんかあれなんか下がるというかあれなんですけど、そうで私今日何も気にせずレッドブルーを飲んじゃって、そうで言ったやばい待って、いやよく考えたら失礼じゃん、あのセリフのところと思って、どうしよう幽体離脱おえみたいな、おえ
したことありますかみたいな、もうどうしようどうしようってもうずっと怖くて、でも飲んじゃったものは仕方ないじゃん、もうだってもう飲んじゃって体に入れちゃってるから、もうなんかそうだから出る運命を待つしかないじゃん。でさあもう本当にもうなんかそうもうドキドキしながら、どうしようどうしよう、もう出るなら早く出て早く出て、もうお願いお願いお願い早く出て、お願いお願いお願いってずっと言って、ずっと思いながら、もう私たちの出番ですよ、もうずっと想像しながらステージ立ちました。でもチッ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 ってなって、まあなんもうな別あのそう何事もなく言えたんですけど、こんなもう私のあの中あの幽体列話してるセリフを言ってる途中は頭の中はどちらかというとどうしよう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 出るな出るな出るな今絶対今出ないでみたいな感じで頭をがずっと考えてた、脳内もうずっとゲップ出すなゲップ出すなみたいな、自分絶対耐えて耐えて耐えて今は耐えてみたいな、セリフだけは耐えてお願いだからと思って思いながらセリフを言ってた。おもろいよね私って、おもろくないけどちょっと気をつけようと思った、本当にもう本当にもう本当になんでやねん、ごめんねひたん、主権さんありがとうございます。ゲップご褒美やだよ、森瀬さんの何これゲッツなんとか、お姉さん配ってたのゲップ離脱、ゲップ離脱やばい、もう本当に今日配信もあるし、なんだっけ、そう一生残るなと思って、どうしようどうしようって思いながら、もう本当によかった。まあね、まだフールさんの方でアーカイブがあるので、まあ、見られる方、幽体離脱今日お昼かな、お昼の部なんですけど、私見てみてください。まあ、分かんない、まあ、そのあんまそういうどうしようっていう不安そうな素振りは見せてないつもりなんだけど、ただあの時の私の頭の中はうわどうしようどうしよう今出るのよ絶対で絶対ここだけは出さないでみたいな、そんな頭でした。あやかちゃんひたん、あやかちゃんさやかちゃんあやかちゃんかな、ひたんひたん可愛すぎだ、ありがとうございます、嬉しい、ひたん見えた見えたよ、後ろの方行ったでね、後ろの方って言ったらあれだけど見えたよ、昨日リプでこの辺にいますってリプを送ってくださって、写真付きでさ送ってくれてたから、ひろまさんなんでやねん、やだよ結構なんで、うっす見せなかった、ドキドキだった本当に、苦しい回数回避できてよかったね、もう本当に回避できて、もう私もう本当に出したらもうしちゃったらあのセリフ降臨するって思ってた、降臨降板何降りるもうこちらから願いし、もう本当にもう私じゃないあのメンバーが言ってください、もう私はもうゲップしちゃったんでもう無理ですみたいなそうもう無理ですみたいなっていうつもりでした、私は本当にこれ本当にこういうガチで、ただまあなあの乗り切ったので、でもまあ別にパフォーマンス中も全然出てないし、これ終わってからも今日一日してないのでゲップというものを、だから別にそのレッドブルー自体そんなに炭酸強いみたいな感じじゃないのかなって思って、そう多分でも私はカラオケプライベートでカラオケに行って炭酸を飲むと絶対に出る、ちゃんと言うところが好き、今聞きたくないかもしれないけど面白いじゃん、なんかもうそういう裏話って聞けないじゃん、だしなんか何考えてるのかなってみんな気になるでしょ、私もファンの方なんか何考えなんかステージ上で何考えてるんだろうすごく気になるんですよ、アイドルって踊ってる時とか、そうだから土方さんこんばんは、クラッシーさんお疲れ様です、次岡山、あ待ってます、ありがとうございます、前座に出演させていただくのでしっかり務めます、前座をゲップいたんやめてよ、さあエイティさん、そんなことないですよ、ありがとうございます本当に、幽体離脱見られてよかった嬉しい、惚れそうだった危ない、どうだったパフォーマンスしてたよ、惚れそうだった危ないみたいな、惚れてるんじゃないの、谷さんごめん明日山口行こう楽しんで、
てかもうなんか普通に私この2日間3公演出たのかな、3公演させて出たんだけど、先輩方って私たち以上に踊ってるし、先週から続いてずっとライブしてるわけじゃないですか。いや体力すごいなと思って、この出演数でこの何曲数の中でのだけで私はもうなんか足腰がすごい限界が来てるので、なんかまだまだだなっていう。ゆっくりカワチハーパー通算カワチーが過ぎる、ありがとうございます。浦島さんこんばんは。高直さん幽体術をやる他のメンバーは知っていたの？え、知ってたよ、多分知ってるよ、知ってる、ずっと言ってたもん私。どうしようどうしようどうしよう出たらどうしようみたいな、もう本当にどうしよう。だから終わった後みんなで楽屋戻ってる時もよかった出なかったって言ってまあ出ても面白かったけどねみたいな、面白くねえよみたいな。そう、クレモさんヒーターのレス可愛かった、ありがとう。こちらこそ受け取ってくださってありがとうございます。なんかレスを受け、あのレスをしてもさ、あのなんかあれじゃん、なんかたまに私の方を見てない時とかあ、てかてかって言っちゃって、今日お昼の部で新曲を披露させていただいたんですよ。アルバムのカップリング、あのカーリングの神様にの主題歌に選んでいただいて、もう本当になんか私あの曲結構好きなんですよ。えくんまめさんこんばんは、こういうねとしさ、としささんひたんこんばんは。困って、結婚して誰だいっぱいビンゴだけど、結婚して結婚してって言ってるじゃん、ありがとう。でも私も結婚してありがとう、本当に結婚していいけどどうしよう、だなんかいっぱいいる、いっぱい問題発言これ。そう、来てよかった。リコチさん、リコチコンコンさん、ヒタン、ノクさん、ヒタン、シロコンさん、こんばんは、ピラさん、ヒタン。今考えて、本当よかった。問題なしよ。よかったよかった。なんか顔に不安な顔出てないかなって思ってたけど、言うてるやつするとこだった。てつさん、ご機嫌コンサートつかありがとう。夏は炭酸に限る。いや、そうなんだよね。しかもなんかさ、すごく炭酸が飲みたくなるんですよ、このライブ中。ライブ中は違うな。ライブしてるし、ライブ終わった後とか、なんかすごい炭酸が飲みたくなるんですけど、まさかこのライブ中に飲むっていうのが私のこの1年やってきて初めてで、もうやらかしたってずっと思いながら、そのライブ終わりに飲むっていうのはあるんですけど、あのライブとライブの、私なんかこんなにこのなんだろう隙間時間があったのが今回初めて、わりかし初めてなんですよ、あんなになんかずっと結構空いたのは。だから結構なんかおのおのできる時間、おのおのなんか個人なんかできることが時間が多くて、 それでなんかもう気を緩めてしまい、なんか炭酸を飲んでしまうっていうね、反省です。まさに嬉しいね、なあもうね、本当に。なあもう山ちゃんさ、今日からリガット出す、彼はよく飲んでるかな、大丈夫なんだと思うけど確かに、ヒータンレア話聞き、本当とちゃまいさん、ヒータン、ルスさん、ヒータン、見たがりますけど、うん、確かにね、ディフェンスの時に豪快に出してほしいって、それだけは絶対嫌頑張ってるね、ありがとう、平井さんこんばんは、元気もいました、ヒータンちゃんのパフォーマンスは良かったよ、よかった、ありがとう。なんかさ、ダンスってさ自己評価できないよね、どうしても。なんかどうしてもダンスって他人評価じゃん、他人評価はね。でもそう頑張りました、しかも他グループの曲もやってるっていう、ほんとすごい。いや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 、そんな先輩、そう、あ、先輩のことか、ごめん私のことかと思った。そう本当にすごいんですよ。常木さんこんばんは、今日はありがとうございます。ごめん本当に、もう私本当にタイミング的にね、お尻向けちゃった時もあるんですよ。あれでまずたい、今日が先週3公演、広島が4公演、やばい、ちょっとくるくるさん、てかこの広島2日間でくるくるさんとめちゃくちゃ仲良くなった、私個人的にね仲良くなったって思ってるんですよ。そう、なんか先輩だけど
いじれちゃうみたいなそんなめちゃくちゃいじってるわけじゃないですよ。なんかあーみたいなあー悪みたいな、なんかこう本当にそういうノリです。そうで、まさかなんかウーロン茶事件をココアさんもショールームで話してくださってたっていうね。話してココアさんじゃない、クルクルさんもクルクルさんもショールームで話してくださってたっていう。こんばんは、いい曲ですね。ひたんいいね、中古はダメやなおろしも好きだよ。結婚式今日おろしてなかったから、そう結婚する前に。確かにひーたんさんうまいこんばんは。最後のそうでもね、私この AKB さんの赤チェックを着て思ったの、私って多分 AKB 顔じゃないなってじゃあなんだよって感じなんですけど、多分私はもうめちゃくちゃ STU 顔なんですよ。 STU 顔って言ったらあれな、わかんないけど、この雰囲気がな、このリエチとかがすごい赤チェックが似合ってて、なんかすごい AKB 感がすごかったんですよ。赤チェックが似合うから、まあ、AKB 感 があるか、なんか AKB さんって言えば赤チェックみたいなところあるじゃないですか、昔から。そうで、なんかリエチがめちゃくちゃ似合ってるんですよ、赤チェック。めちゃくちゃ似合ってるから、似合ってて、私はなんか違うんですよ。なんかみんな可愛いってすごく嬉しいんですよ、私も。ただ私も個人的に思うのが、なんか私は赤チェックじゃないなみたいな。でなんか、あ、 STU だなってめちゃくちゃ思った私って STU でメンバーにもう言われた。そうで、そこにユーナンもいて、ユーナンも STU だねみたいな話になって、そう赤チェックのその AKB、 その衣装、赤チェックの衣装着てたから AKB さんか STU かみたいな話になって、そうでなんか、いや、ユーナンは STU だねみたいな、似合ってないとかじゃなくって、なんかもう淡い色が似合うから、ユーナンはどちらかというとなんかはっきりした色より淡い感じの色の方が似合うから、ユーナンは。そうだから、なんか STU ってそう水色とかが多いじゃないですか、なんか淡い色が多いから、なんか STU だねみたいな感じの話になってて、そこにカスミもいたんですよ、その場に。でえ、じゃあ自分はみたいな自分はみたいな話になって、いや、カスミはどこなんだろうっていうね、そうっていう話をしました。カスミは顔が綺麗なんですよ。顔が綺麗だから絶対本人の前では言わないけど、そのなんだろう、46系ですよね、坂道さん系ですよね。本人の前では絶対言わないけど、これ絶対見てる気がするけど、多分見てないか。でも伝えなくていいからね、みんな、ハトしなくていいからね、ハトしなくていいからね、かすみに。ひーたんが坂道がおって褒めてたよとか、ハトしなくていいからね、ハト絶対ダメ、ハト禁止ハト禁止って言ったら絶対ハト禁止だよ、みんなとか言って、全然かすみ見てるかもしれないけど、うん、そうで、そうくるくるさんがめちゃくちゃ怖かった、なんか最初怖かったみたいな、なんか「ひーたん怖かった私」みたいな言われて、まあなんか「よく言われます」って言ってよく言われますみたいな、最初怖いみたいな、まあよく言われますみたいなこと言った。よく言われますとか、よく言われるとか、 STF に入って言われるんですよね、多分年長でこういう顔してるから、なんか余計見られ言われるのか分かんないけど、私別に怖いって言われたことないんですよ、人生で。変わってるねは多いけど、直していけば。確かに、でもなんかこの人のダンスになりたいっていう人のダンスを見てる。だから私で言うと、結構前に言ったんだけど、私リオさんのダンスがめちゃくちゃ好きなんですよ、リオツンさんのダンスが。そうだから、なんかの動画を見る、そのレッスン動画を見るって言っても、もちろん自分を見るんですけど、リオさんのダンスを見るんですね、私は。なんか綺麗でもできない、私にはやっぱ歴が違うので。このリネタンさんとの絡みが好きすぎて、マカリヒータンのキャラクターありがとうございますそう、あの X でもね、リネタンさんの嬉しいよね、ああいう、なんでことしていくかな、これからも。でも本当に私、リナさんのハーフツインだったりツインがめちゃくちゃ好きなんですよ。そう
でもまあ顔が好きだから何しても好きなんですけども、特にこのハーフツインしてるリネさんだったりとかツインテールしてるリネさんがマジでめちゃくちゃ好きで、もうこの世で一番本当に好きで、そう、それで、まあ、よくツインテールはしてたじゃないですかリネさんで、高くなってたじゃないですかこの前、もうやばい天才と思って、もう生で見たかったと思って、そう送っちゃいました、天才ですすぎますって。そしたらすごいすごい返信が来て、そうすごいなと思って。あきぬさんこんばんは。あ、こんばんは。あきぬさん、かすみんの話ちょうどしてました、つい1分前ぐらいに。こんばんは。なんでやねん、ほう一緒。そう乃木坂があなた、え、そうそう、やめてやめて、やだやだ、叩かれる叩かれる森先生、え、そうだからなんかよくメンバーと話するんですよ、何々はどこ顔だよねとか、何々はどこ顔だよねみたいな感じでよくメンバーと話してて、でなんか姫野も自分で勝手に姫野って多分 NMB だよねとか言ってんの自分で言ってる、しかも姫野って NMB 顔だと思うんだよねみたいな。そう、ただ今日の話はそのAKB さんのチェックを着てて、自分が今在籍したいのが必要だから、いやどちらかというと絶対 STU 側だなっていう話をしただけで、この全体48グループで3期がいやどこどこ側じゃない、どこがどこ側じゃないみたいな感じの話になった時に、姫野は絶対 NMB さんなんですよ。なんかサッチとユーナンが STU だかな、メンバーから見てみたいな。でイチゴとリエチは絶対に AKB みたいな、そうみたいな、そう、そういう話をしてます。なぜ言わない、調子に乗るからです美人かすみは綺麗な顔してる、 AKB はゆべ、 STU はブルベ、かすみの顔はね、リポンちゃんさん、リアちゃん出るね、リピちゃんお前目立つ、姉さんの好き、そうオーディションから言ってた。てか今日初めてさ、危な、自分がさなんかなんだっけ、自分のオーディション動画を見た自分のオーディション動画を見たというか、あんなちょっと生で、そう懐かしかった。てかなんか2期生さんオーディションを見るとグッてきてた、あーみたいな、あーなんか懐かしいみたいな、うわーあの T シャツ着てたな、あの短パン着てたなみたいな、そうで、あのそう見てたなみたいな気持ちになってた、今日見るたんびに。あいかちゃん、ひたん、ほう、うちの友達の映画の最後に言ったら、めちゃめちゃ、森さんがハートいただいて聞きました、ハート、下がも、なんかポン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 誰の衣装のイメージ、衣装のイメージ、そう、衣装のイメージ、そう、ひたんの見るみたい、ほんとナンバに移籍してくれてもいいんやで、いや、いや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 、オーディション受からないそんなバチバチに NMB さんみたいにダンス的に、でもね、その先輩方が青春、歌ってるじゃないですか、青春ラップタイム、あれはずっと歌ってる、舞台袖で。レイさんこんばんは、分かる気がする JK 分かんない、そこまで話してない、そうなんかね、首都圏出身だからなのかな、今日は練り歩きの時に目の前ヒーターを撮ったけど、それごめん、ほんとに背中の人多いよね、ほんとにごめん何言わな、あきんだねねねしょりんさん、あきんださん、あのステージにいたんだよね、なんか地味にね、実はいたんですみたいな。でもなんか3期生オーディションよりかは自分は2期生オーディション落ちた2期生オーディションの方が思い入れはある。なんか初めてのオーディションっていうのもあったのかもしれないけど、なんか3期生オーディションの思い入れはもうあるけど、もちろんあるんだけど、それ以上になんかグッてくるものはあの2期生さんのオーディションを見ると、オーディション映像見るとなんかグッてくる、なんかあみたいな、あ
みたいな、そうなんかいたなみたいな、いたなじゃないけど懐かしいなみたいな、そうそういう感じです。りょうちさんお疲れ様です、お疲れ様です。家にさんこんばんは。あれそう、いや移籍しないですから皆さん、 STU にいますから私はずっと。そう以上のコマに来てオーディション、そうレグレさんが朝メールメッセージ絶対送る、絶対送るってか、なんか写真がいっぱいあるんだよね、なんかやばい本当に。行きたいよ保存してる、坂崎とか矢住さんもいたね、そういたいたとか言ったあれだけどいましたね。でもなんかもう本当になんだろう、そうすごいなんか懐かしいって感じでした。なんか初めてのオーディションだったし、何もわか、なんだろう、何もわからないというか、どうしたらファンの方が投票してくれるとかあの時は全く考えられなかったし、どうしたら楽しく配信できるんだろうとかも考えられなかったから、あの時はそう配信なんて初めてだしね、あの17歳とか高校生とかだよね、あれ。そうだからなんか、まあでもそれがあったから3期生オーディションではね、ちょっといろいろあれだったんですけど、できたんですけど、なんか懐かしいなって思った。しかもなんかやっぱ STU 好きだなって思った、曲がってか、そのなんだろう、 STU48 が好きだなって思った。こういう周年コンサートとかなんか出る側に なると、そう出る側になるとっていうか、なんだろう、出る側になってより一層みたいな、そうなんか潰したくない、自分たちの代でみたいな、そうやばい、なんか熱く語っててキモくない、やばい録音禁止ね、録画か。でもヒータイ1000円こちらこそ、すまんお好み嫌いだ、いいな、昨日お好み焼き食べたんだよね、そう差し入れで。 STU2 回も来てくれてありがとう。いや本当に待ったよ私は、2回もね、本当に新喜劇行きそう、行けそう新喜劇、あんたの気持ち大丈夫、やだやだそんな、よくぞさっきよくぞそんな、まあね待ってたんで、もうちょい近くでヒーター見たかったです、いつでも会えるよ、ヒューナはいつでも。たけさんかまわらさん、確かにね、ナンバリちょっと待って、行かないからナンバリ行っても忘れない、やめてよちょっと、ちょっと5回今入ってきた人がさ、今私の何初見さんがさ、このコメントを見たらさ、えこの子ナンバリ行くのみたいなどういうことみたいな、違いますから、違いますから、私はそう STU48 の森瀬姫奈ですそうやっとこれから新幹線、お疲れ様ね、STU いいよね、そう雰囲気、もう私なんかもう瀬戸内の声で皆さんがペンライトを青にしてくださって、青一色に水色してくれるあの景色が本当に好きで、毎回うるってくる、かなり成長しましたね本当、ヒッター会場いっぱいにしようなね、本当に奈良ちゃん的に今思う3期のリーダーはノアミュンじゃない、3期のリーダーは。でもやっぱり頼みます、頼みます、見る側も好きです、見る側も好きって言ってくださって嬉しいです見る側も好きって言ってくださって嬉しいです、なんか出る側もめちゃくちゃ好きだなって感じました、今日の先輩方のライブを見て、特にSTU の歌をずっと聴いて、この各シングルずっと発売してきたカップリングだったりとか、そうだからそうね、なんだかんだ言って長くしてるわ。はるさんヒーターお疲れ様、お疲れ様、こんばんは。連盟牛生、いや本当に9期生、安塚さんこんばんは。そこかいわ今日
ね、やりました。ヒータ見てたよ、ありがとう。どうだった？エイリーさん、姫の近くで見れたわ。豆クッキー、まあ、何杯ってやる、だから行かないから。何杯行ってやらかすとこまで見えましたじゃなくて、行かないから、そもそも。行かないから、近くなるな、違うから。行かないから。まあでも分かんないよね。でもそれはなんか絶対みたいな確証はないじゃん、まあ、ありえないけど。ありえないけど、そんな話、何が起こるか分かんないじゃん、いつどこで何が起こるか分かんないから。そうだから、そう、推しは推せるうちに推せっていうね、言葉があるんですよ。そう、分かんないよ。だって私が NAB さんに行って、いや STU のオリセイが好きだったなっていう方もいる、出てくるかもしれないじゃないですか。いや STU にいるヒータンが好きだったみたいな、 NAB さんに意識したヒータンはちょっと違うなみたいな、ちょっと違うなみたいな。そう、だからね、そこかい。絶対私、誰の倉庫かい、ココアさんのね。え、本当に今日さんが見えたけど、気づくもん、気づくもん、え、こっちは分かんない、この双眼鏡で見られてるっていうのは僕も分かんない。え、今双眼鏡で見られてるってこと、どういうこと。人が増えてね、本当にしてるけど、不調違うよね、違う違う、なんか語り系よね、語り、まあ、全部語り系なんだけど、なんて言うんだろう、なんか私は好き、見るからね、待ってるね。岡山は寝れ、どうでしょう。どうでしょう。台湾監督さん、こんばんは。小川さんの全力ダンスの後継者になってほしいです。頑張ります。せーの、こんばんは。私はね、こんばんは。気にしない。無理、私そんな、あの、無理です、無理ですとか言ったらあれだけど、その兼任できるほど、あの、すごい人材じゃない、人物じゃないので、あの、もちろんできないし。そう、してエース違いしないね、本当に。ヒータン、ヒータンの壮行会、私の壮行会しない。壮行会って私どこに行くの。そう、壮行会、そう、私の壮行どこに行くの私ね。こんばんは。STU のイケメン、イケメン、コカさんイケメン、かわいいじゃなくてでしょ、ほぼ確定で。まあ、先生こんばんは。腰いわし、腰いわしそうって、和田さんとめちゃくちゃ仲良くしてそう。え、和田美代さん好き、私和田美代さん好きなんだよね、めちゃくちゃ好き。もう顔も好き、顔も全部好き、顔も声も全部好き。 NB だったらめちゃくちゃ。まあね、 STU よりかはね、本当に大成功してほしい。ね、確かに。いや、目合ってる。気のせいじゃない。目合ってる。そこがいいね、本当に。フラピチーノさん、やっぽー、やっぽー。ってことで、コメントが一番上に到達したので、そろそろ、お開きで。お開きにしようかな。すっごい変じゃないこの画角。顔しか映ってない、体はみたいな。まあいいでしょう。まあでもすごいいろんなことがあった2日間でした。でも楽しかったです。楽しかったし、参加させていただいてよかったです。この7周年ツアーに1公演も参加できない、その7周年っていう周年ツアーに3期は参加させていただけないのかなって、まあ、もちろん自分たちの実力不足でもあるけど、この参加させていただけないのはとか、スケジュール的にもそうだけど、こうやってこの広島でなんかこの見せてくれる場所をいただけたっていうこのことが本当に嬉しかったので、まあでも全然
もね、前座をさせていただくので、さ、緊急性は前座が、前座ももちろんもう全力でその会場をね温めたいと思いますので、皆さん、私は 1,2 ですかね、 1,2 だったっけな、徳島岡山、徳島岡山と最後の2日間出演させていただくの、出演っていう、まあ、前座を務めさせていただくので、そう、あの、ぜひ会いに来てください。もう意味わからんぐらい踊りますね、会いたかった、意味わかんないぐらい、何踊ってんだあいつみたいなダンスするね。いや、それはダメか、それはダメかそれはダメか、まあでも頑張りますね。では、そういうってことで、あれです、そろそろ配信終わろうかな、めちゃくちゃ会いに行くよお出迎えもよろしくお願いします、ぜひ待ってます、ありがとう。ってことで、壇上読みたいと思います。やばい、なんか違う、13ゆうゆうゆうさん、ありがとうございます。12HK さん、ありがとうございます。11熊田桃さん、ありがとうございます。10位が虎中のひろさん、ありがとうございます。9位がピピンさん、ありがとうございます。8位がゆうさん、ありがとうございます。7位がラパーさん、ありがとうございます。6位がパステルさん、ありがとうございます。5位がてつじさん、ありがとうございます。今日もありがとう。4位がヘリハクさん、ありがとうございます。3位がホッシー、ホッシーもありがとうございます。2位がつものしんさんありがとうございます。1位が南光さん、ありがとう。南光さん見つけれてよかったです。そう、少ないとか言って結構しちゃったけど、ありがとうございました。ニータの全然見れてありがとう、本当に全力でやります。研究生公演やっぱりヒーターの目がありがとう、そんなこと言ってくれてありがとう。また明日また明日、あの、山口行かれる方は楽しんでください。3期研究生も4人かな、全座出演すると思うので、温かい目で会場を温かくすると思いますどういうことって、ありがとうございました。ゆっくり休んでください。バイバーイ、おやすみなさーい。